はい、高田です。今日知ったんですけど、なんかイヤホンを持ってない人が多数派だと思ったら少数派だということを知りました。皆さんイヤホン持ってますか？持ってるよ、そりゃ。持ってるよ。持ってるんだ。高田さんってイヤホンないってことは、いつもあのヘッドホンしかないってことですか？そうよ。だから外で出るときは YouTube 見たり、なんか動画見るときは俺無音で想像して今まで見てたの。電車の中で。いや、せめてヘッドホンせえや。何想像や。俺ね、本当にね、それが普通だと思ってたら、普通じゃないっていうのを今日コメントで知って。世の中みんなそんなにイヤホン持ってんだって思って。想像で YouTube で。イマジナリー音声聞こえんの。俺、本当に今まで想像で YouTube とか動画見てたの。完全に高田さんスタイルなんですけど。同じ？イヤホンもヘッドホンもしない、外で。あ、だよね。で、垂れ流してるってことですか？無音だよ、ね、無音です、無音。無音？あ、いたいたいた。なんで無音で YouTube 見る？想像で見れるよ、ね。想像したり、あと字幕ついてるやつを見たりとか。あ、そうか。全く同じ意見だ。イヤホンなんて、もし糸とかやったら94ぐらいの人いるんじゃないの？そうなん。じゃあ必要なものとかだったら94ぐらいの。イヤホンってそんな使うの？なんか結構必需品とか、うん、俺今日知ったのよそれ。青明日って聞いた。迎合していくやん。ヤミさん一人になってまうやないですか。確かに。お、畑坂さん、はい、はい、ナイスさん、ナイス、ナイス。なんか街中でイヤホンつけてると、なんか急に襲われた時とか対応できなくて、いや、急にそれは分かる。顔出ししてるとそういう感じあるんですか？いや、だそういうわけじゃないけど、なんかでも注意が散漫になるじゃない。あ、まあね、はい、危ないっていうのは、まあ、危ない。ななこさん、刺されるのをガードするためジャンプとか服の中に入れてたタイプの人ですか？痛いやつ、痛いやつ、痛いやつ。ナイスボタンって言おうとして畑坂さんって言っちゃった、やべ。恥ずかしいこれ。